はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、401日目ですね。はい。今回はですね、現在2020年7月22日の、15時5分なんですけども、プロスピ交流戦1日目終了しまして、2日目に入りましてね、1日目の結果が出てますんでね、ちょっとご覧いただきたいなと思います。はい、こういう感じです。はい、一応1位です。はい、一応1位なんですけども、こんな感じですね。大接戦ですね。6勝4敗で3人並んでます。はい、で4位の方も5勝5敗なんでね、もう1ゲーム差でひしめいてますけども、まあ一応この失点ですね、失点が僕が一番少ないので一応暫定で1位にはなってますけども、もうこれはもう最下位もありますんでね、非常に接戦ですね。もう気抜けないという感じになってきました。はい、まあ個人成績の方ですけども、個人成績はもう基本的には全く絡んでないという感じですね。はい、首位打者のとこも、はい、全然率がちゃいますんでね。はい、このホームランもこういう感じですね。3本で北条選手、近本選手、マルテ選手という感じで、まあ、全然1位の方とは差がありますんで、今回まあね、一応タイトルの方はね、あんまり重視してないというか、あの出番でね、タイトル取ろうと思ったら出番の時に重点的にね同じ人でやったりするんですけども、今回も勝利重視というか、はい、ピッチャーの方も全く絡んでないです。試合重視で勝つの重視でねやっていってますんで、そのなんていうんですかね、あの一人重点的に、出番で出すとかいうのはやってませんので、まあタイトルは今回はまあ別にいいかなと思いながらやってます。はい、まあもうこの阪神純正編の方ね、コインはねそんなには困ってませんので、それよりもまあエナジーね、エナジーはいくらがあっても困りませんのでね、一応このリーグレベルが A なんでね、1位だと110エナジーありますんで、まあこれを取りに行きたいなと思ってるんですけども、まあ今回先ほど見てもらったようにこういう感じなんでね、まあもう5位6位も全然この後の結果によってはねありますんでね、ちょっと気抜けない感じかなと思ってます。はい、まあホームゲームでね、昨日はいっぱいしてしまったと思うんですよね。どっちこれかな、これですね。ホームゲームでね、そうですね、第3節で5対6で負けてるんですけども、まあこれね、これもちょっとね、まあ失敗したなっていう感じがありまして、結構ね終盤まで5対1か5対2ぐらいで勝ってて、でも出番なくなってしまって、それからもうひっくり返された、ババババーンって点取られてひっくり返されたんでね、まあこの辺ちょっとやっぱりね、交流戦の難しいところで出番なくなってから大逆転される時あるんでね、この辺はちょっとまあ厳しいかなと思いますね。この辺ちょっと見極めたいですね、この今後ね、ちょっとあと2、3、4、5、6とありますんでね、ちょっと見極めて、できるだけホームゲームを落とさないようにして、あとはもう運次第という感じなんでね、ビジターはね、はい、そういう感じでやっていこうかなと思います。まあ現状一応、リーグレベル A で1位暫定とはいえ1位にはいますんでね、なんとかこれで、ちょっと、最終日まで1位キープして終わりたいなと思ってます。はい、今回はですね、実はもうこの交流戦の1日目の結果のお知らせだけなんですけども、そうですね、はい、また今日からですか、2日目入りましたんで、頑張ってやっていきたいなと思います。今回はこんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。